さんこんにちは、アリンコチャンネルのアリンコです。本日はスペインのマヨルカ島ザリゾート地にバカンスにやってきました。アリンコは初のスペインバルセロナ編の動画も上げるつもりです。現金いる？カードでいける？や英語通じる？など情報を交えながらご紹介したいと思います。最後にパエリアが絶品だったレストランもご紹介。まずはマジョルカ島編をお楽しみください。それではLet's get started。 アリンコチャンネル in UK。 まずはマジョルカ島について。マジョルカ島はスペインバルセロナから飛行機で1時間ほどの距離、地中海側の島。ちなみにロンドンからの直行便もあって人気なリゾート地みたいです。今回アリンコたちはパルマの近くの空港からバスでカンプスに行き、乗り換えて1時間半。ちなみにバスはコンタクトレスで支払いが可能。ただ島の長距離バスのみ対応で、パルマなど都市部のローカルバスは現金のみでした。今回も行った場所を Google マップのリストで公開しているので、概要欄からチェック。白の建物で統一されたカーラドールに来ました。ここを選んだのはゆっくりしていたかったのと、せっかく行くなら奥地まで行ってしまおうというもの。案の定日本人は一っ子一人いませんでしたし、アジア人もおらず、なんだか緊張しました。まずはお部屋紹介から。3泊泊まるのでホテルアパートメントにしました。キッチン、冷蔵庫がついてます。海外では珍しい。バスルームに歯ブラシ、シャンプー、リンス、シャワーゼル、ボディークリームのフルコンボ。匂いも使い勝手の良さそうないい香り。メインルームは広々として綺麗。普通に食べていいのか、それともスペインらしくサングリアを作れということなのか、ちょっと迷ってしまいました。バルコニーを開けるとプール。このプールの写真に惹かれて宿を取ったと言っても過言ではありません。ベッドルームはベッドがとっても広くて、バスタオルとビーチやプールのお供のタオル付き。飲み物、朝ごはんを買いにスーパーに行ってきました。スペイン語ではスパーというみたいです。ちなみにビーチ用品もサクッと買えちゃいます。結構お手頃価格でした。イギリスと売っているものは似ていました。ただイギリスよりも物価が安いのが感動。この日は9月にして30度、日没は8時半と遅めなので、ナイトプールならぬナイト海を楽しみました。気明かりでしっかり明るかったです。まさかの夜7時過ぎに海で泳げるなんて思ってなかったので、しっかり楽しんでしまいました。昼間のビーチはというと、こんな感じで結構賑わっています。ホテルから徒歩で行けるのはいいですよね。このパラソル15ユーロで、小さく持ち運びに便利だったので買っちゃいました。透明度、綺麗さはピカイチでした。熱帯魚みたいな色鮮やかな魚はいませんが、なんだか美味しそうな白身魚ですよね。次はバスに20分ほど揺られて違うビーチに行ってみました。とっても綺麗な海と紹介されてたので楽しみ。トイレ、売店、海の家などもあって便利。想像した以上に海の透明度が高かったです。水深が5メートル以上あるところで泳いでみました。離岸流とかがの心配がないので安心です。あまりビーチサイドの画像は撮れなかったのですが、それには理由があって、結構な確率で女性が上半身裸なんです。ビキニすらつけていなくて、女性の私からしても目のやり場に変わりましたが、見てしまいますよね。ちなみにヌーディストビーチではありません。バルセロナのビーチもこれが通常運行みたいです。さてさて、街の中もゆるりと歩きながらご飯屋さんの紹介です。最後にご紹介するレストランのパエリアは
本当におすすめ、スペインで一番かも。まずは日本食とイタリアンのコラボのお店、美味しくて大満足。ホテルの人におすすめされたお店、ホテルに泊まっていると 20% 割引があります。ピザは大きすぎて持ち帰りました。パエリアは美味しかったのですが、お肉はそこまで美味しくなかったイメージのこちら。シャングリアもとっても美味しかったので、お酒とおつまみならとてもいいお店かと。おしゃれなレストランが集まるストリートにやってきました。今回ご紹介する最後のレストラン、混むと入れなかったりするので、お腹も空いたので5時前に行ったら一番乗り。店内の内装も素敵。オクトパスのスターター、これは美味しすぎてすぐなくなってしまいました。このパエリアは本当に美味しかったです。バルセロナでも食べましたが、ここが一番美味しかったです。色鮮やかな雑貨服屋さんがたくさんありました。ご飯も美味しいし、海も最高。この島はバカンスに最適でした。次の動画は都市部のパルマに移動して木製の電車に乗ったり、観光した動画をご紹介したいと思います。ぜひ楽しみにしててくださいね。いかがでしたでしょうか。英語はホテル、レストランは困らなく通じましたが、この後パルマ、その他の街に行った時は通じなくて困ったこともあったので、そちらも動画にできればと思います。高評価、チャンネル登録ぜひお願いします。バイバーイ。